あなたのファンディング希望額は500万円です。あなたが思い描く未来の姿は。業務委託専門求人サイトを作り、働き方改革を進め、自立した労働者を増やしたいと思います。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。令和の虎ファンクラブ、 YouTube では流せないあんな話やこんな企画も。オフ会も定期開催、もっと深く交流しましょう。詳しくは概要欄から。ではどうぞ。失礼いたします。今宵もタイガーファンディングの面々が鋭く目を光らせる。ではまずお名前をどうぞ。大橋誠、33歳、三重県から来ました。次に3つの中から希望の投資形態をお選びください。融資と投資のセットでお願いします。あなたのファンディング希望額は500万円です。あなたが思い描く未来の姿は。業務委託専門求人サイトを作り、働き方改革を進め、自立した労働者を増やしたいと思います。ではオールアナシン、新しい未来をつかみ取れ、キャッツアファンド。それではあなたの経歴と事業プランをお聞かせください。はい、大学卒業後は名古屋でベンチャーの広告代理店システム会社で勤務をしてまいりました。その経験を踏まえて28歳の時に自分の会社を設立しました。現在5期目で名古屋本社でやっております。事業プランは求人媒体を作りたいと思います。ただの求人媒体ではなくて、一般的な求人媒体は正社員やアルバイトの雇用形態のものが多いんですけど、僕が作る求人媒体は業務委託に特化した求人媒体を作りたいと思っています。そこに自社の求人であったり企業の求人を掲載して集客をして、そこで自社の求人による利益や他社の企業の求人のお手伝いをして、その仲介料や紹介料を得て事業として成立させていただきたいと思います。仕事を求める側の、タイガーファンディングの顧問先生、ファインファーストフーズ CEO 渡辺雅人、44歳。論理とセンスを併せ持った独自の飲食店経営で、六本木、ガストン&ギャスパーなど都内に6店舗を展開。柔らかな語り口から繰り出されるロジックの刃に志願者たちは打ち勝てるのか。仕事を求める側の人はメリットはどういったことが考えられますか。じゃ通常の例えばバイトルとか、リクナビネクストとか、なんかそういうのを使うのと、御社の今回のこのサイトに行く求職者側のメリットを教えてください。まず一つは給料が高く設定できるということを考えております。通常のアルバイトや正社員とかの雇用形態ですと、どうしても社会保険料とかの関係で手取りが少なくなるんですけど、業務委託っていうもので使えば、もう社会保険料の部分やあと消費税の部分もその働く側の人に還元できるので、通常時の雇用時よりだいたい3割ぐらい給料アップがまず目指せるので、働く側としてはまずそこがメリットになるのかなと思っております。アルバイトでもですか。そうですね、アルバイトでも、消費税の部分がプラスできるので、1割ぐらいは少なくともアップできると考えております。多分その代わりデメリットもありますよね。そうですね、自分で確定申告であったりとか、そういうのをする必要は出てくるんですけど、現在今クラウド会計とかそういうのが発達してきておりますので、そういうのを使えばほぼ簡単にできると思ってますし、実際今自社のスタッフもほぼ業務委託スタッフに切り替えてまして、それで問題なくできてますし、給料の方も高い水準を確保できているのでいいかなと思っております。もう一個そこでさらに質問なんですけど、それにその法律的な問題は大丈夫なんですか。大丈夫だと思います。実際に正式な雇用契約を結んでるわけないので、その勤務時間を無理に縛ったりとかはしないので、その業務ごとに給料を決めたりとかしてやっているので、おそらく問題ないはずです。これ経歴見てるんですけど、なかなかハードな経歴じゃないですか。はい、もうちょっと詳しくお聞きしてもいいですか。そうですね、高校の時はずっと野球をやってまして、
まあ、レギュラーはとりあえず悔しい思いをして、まあ、その後何か自分の思いをぶつけられるものがないかと思ってじゃあ大学受験で巻き返してやろうと思い京都大学を志望しました。ただやっぱり2年浪人して惜しいところはいたんですけど、まあ、4回京大が受けて、まあ、全部落ちてしまい、まあ、その後大学に進学した後に自分としてなんかやっぱりちょっと悔しい思いとかがあって何かこうその悔しい思いをぶつけられるものないかと探した時に、まあ、バイトしたり、まあ、あとホストもやってみたりといろいろ経験した後にインターネットでその物販的なことをちょっとやる機会があってそこでお金を少しでも稼ぐことを経験してちょっと大きな夢がなかったので社長になってなんか世の中変えてやりたいとかなんか社会貢献したいとかそういう思いがあってで、まあ、就職して名古屋でまず IT のこう経験を積んで自分で独立して、まあ、今に至る感じです。ヤフオクなどのネット物販で最高月賞100万円って在学中に書いてあるんですけど、はいはい、世界のセレブが酔いしれる街銀座の夜から虎が舞い降りる。銀座高級クラブ七重オーナーママ唐沢七重、新時代の銀座を彩る SNS 戦略で莫大なフォロワー数を獲得。その影響力はまさに夜のバタフライエフェクト。果たして志願者たちは伝説のママまでも酔わせることができるのか。これヤフオクだけではなくてなんかネットの物販をされてたっていうことなんですか。そうですね、あの海外から僕ディズニーが好きだったんでディズニーの海外限定のものとか取り寄せて1万円で取り寄せたものを2万円で販売したりですとか、あとブックオフとか行ってブックオフの本を仕入れてそれをアマゾンで出品して売ったりとかで、だいたい一番多い時で月最高月賞100万円ぐらいで、まあ、利益は2割ぐらいなんで、まあ、20万ぐらいしか出なかったんですけど、そんな感じでした。もうちょっと詳しく聞きたいんですけど、はい、この商売やろうと思ったきっかけとかってなんかもう少し詳しくお聞きしたいんですか。はい、自社であの正社員とかあのアルバイトを、まあ、最初頑張って採用してたんですけど、やっぱり半年とか、まあ、早い人だと2週間で辞めていっちゃう方が多くて、で最初はまあフリーランスの方とかにちょっと仕事をお願いしたりしてやったんですけど、やっぱりフリーランスの方もまあ自分の本業とかやりたいことがあると、まあ、そっち優先しちゃって結構いなくなったりしたので、まあ一旦採用した方をちょっとお願いとかさせてもらって業務委託っていう形で仕事に切り替えさせてもらって、まあ、その代わり正社員とか契約社員の雇用時よりも給料ちょっと上げさせてもらって、そういうあの関係に変えていった時に長く一緒に仕事してもらってパフォーマンスも良くなって、今あの会社5年目なんですけど、まあ、その業務委託に切り替えてからだいたい半数ぐらいの今3年ぐらい勤務してる方がまあ半数近くなってきたので、自分としてはもうなんか業務委託っていう、まあ、働き方の雇用、まあ、採用の仕方とか変えていくっていうのも、まあ、今後の働き方改革とか踏まえて大事になっていくんじゃないかなと思いました。ファンディング希望額500万円を獲得するべく挑む志願者。業務委託という働き方はあの虎のビジネスモデルに似ている気もするが、果たして虎も志願者も募集中。詳しくは概要欄から。夢は叶えます。なんか出演のきっかけでフランチャイズチャンネルと年収チャンネルで、はい、あの関連動画で出てきたということで書いていただいて、はい、ありがとうございます。見てなんか出てきたんですか。そうです、はい、そうですね。なんでまあちょっとだけですけど、はい、ストックさんさんですね、はい、株元社長の、はい、株元社長の会社全員業務委託の形式でやってて、はい、なんで、まあ、ちょっと似てるなと思うんですね。そうですね、はい、でもそれを、まあ、株元さんがやってないわけじゃないですか、このサイトみたいな、はい、こういうものをやろうとしてないわけですよね、はい、だからちょっとそのあたりも見解として、はい、うまくいくんだったらもうやってるんじゃないかと思ってたりとかするんですよね、はい、ただ僕はその、ええ、どっちかっていうとその中小企業さんとか、ええ、やっぱり今雇用で、まあ、採用に困ってる会社さんがいっぱいあって、うん、特に中小企業とかは、うん、そんなに給料たくさん払って採用とかもできないので、そういう時にその業務委託っていう新しい採用形態があれば、何かこの中小企業さんとか、まあ、うちもやっぱ採用でなかなか苦戦してるんですけど、突破口みたいのがあのできるのではないかなと考えました。うん、
河野社長はどうなんですかこれは。僕の感覚だと、はい、業務委託で働きたいっていう人もいっぱいいるし、はい、業務委託の方がいいっていう中小企業もいっぱいいるんで、はい、そこのマッチングうまくできたら確かにいいなとは思うんですけど、はいはい、一方でやっぱその業務委託もピンキリなんで、はい、なんで僕の会社が業務委託でいっぱい回ってるかっていうと、その業務委託の人たちの質を担保してるからっていうのが一番大きな理由で、はい、まあ、要は能力高い人だけ集めてきてるからっていう、はい、まあ、そこが理由になってて、なんで求人サイトだと、まあ、そこの質が担保できないので、中小企業さんがどんだけ満足してくれるかなみたいな、本来ニートとかフリーターとかやってた人もそれで応募してきちゃうとちょっとなかなか困っちゃうんじゃないかなっていうところに関してはどう思います？うちの会社が実際の業務委託で仕事をお願いしてるんですけど、うん、実際お願いしてる方っていうのが、まあ、高卒であったりとか、うん、まあ、専門学校卒で、まあ、比較的ちょっと学歴が少ない方が多いんですけど、うん、やっぱりそれでもやっぱり思いとかやる気とかある子もやっぱり中にはたくさんいるので、やっぱりそういった方やっぱを、まあ、なかなか正社員では雇いにくい企業もいると思うんですけど、まず業務委託でもいいから雇ってもらって、そこでそのまず一度見てもらうっていう機会にもなるかなと思って、僕はちょっとその業務委託っていうのを考えました。でも今でもそういう会社って結構あるんじゃないですか、社保払わずに業務委託でなんかやってる会社って、はい、そうですね、はい、ただこれからもっとそのニーズが増えてくるんじゃないかなと僕は思ってます。実際今フリーランスの人口もどんどん増えてますし、よくあるフリーランス派遣会社とはどう違いますか？どちらかというと、まあ、その会社の中でほぼ社員のような形で近い形で働いていけるような方を僕の中で想定しておりまして、ってなるとスキルがあるから高単価で入れるプロジェクト制の業務委託と違って、はいはい、スキル何にもないような、要は、言い方悪いですけどレベルが低い人たち、正社員になりたいけどなれない人たちみたいなのが対象になるイメージですか？そうですね、そのあたりも僕はどっちかというと高スキルの方っていうのはおっしゃる通り、そのフリーランスかそういうサイト経由で、うん、まあ、仕事は取れると思うんですけど、あまり能力がない方、うちでもあと未経験の方採用して自社のパソコン教室の先生やってもらったりですとか、ジムとかちょっとマーケティングに2、3ヶ月教えてやってる方もいるので、未経験でもそのやる気とか素直な子であれば僕は育って、で企業の中でしっかり仕事して、まあ今例えば工場勤務してる方でそれ以上なんか目指せない方にもこうチャンスとか与えられる機会が僕としてはできるんじゃないかなと、うん、なんで僕が林さんのその、はい、なんで株元社長がやってないかっていうところで言うとですね、はい、単純にペルソナが全然違うからっていうところですかね、はい、じゃあそういう人たちの募集も集めないといけないし、ね、はい、企業側の契約も取っていかないといけないですね。そうですね、はい、それはなかなか大変そうですね。そうですね、うん、なんでまあインターネットで、まあ、集客する部分であったりとか、ちょっと YouTube のチャンネル使ってその業務委託の働くメリットとかを伝えていければなと、うん、あとその求人媒体の中では社長さんの顔写真ですとか、うん、社長さんの思いとかメッセージをまあ必須で載せて、まあ、そこに共感してもらえるような求職者を集めればなと思います。株元のビジネスモデルとは異なるペルソナ、独自の事業計画で虎たちを納得させることはできるのか。次回、株元の追撃が止まらない。一体どうなる。番組が面白かった方は高評価ボタンを。志願者に対する評価じゃないですよ。チャンネル登録もよろしくね。なんで大橋さんが利益率低い風にこの事業がなるかっていうとですね、はい、